こんにちは皆さん、今日は美食の都仙台をお届けいたします。宮城県の中心位置、人口は約100万人、そして歴史と現代が融合するこの町では美味しい食べ物がたくさんあります。また今回は牛タン以外を特集してまいりますので、皆さんぜひ最後まで見ていってください。それでは皆さん、食の旅いってらっしゃい。パスタのお店を紹介したいと思います。なかなか仙台にいて、いや今まであまりこういったお店にですね出会ってないかなと思うぐらい素敵なお店だと思います。味は特にパスタの茹で時間がとっても絶妙な感じですね。まあ個人的にはもうおすすめのイタリアレストランです。ぜひ恋人との記念日にどうぞ。続いてここは、まあ、焼肉屋さんなんですけど、まあ、ランチ営業でとにかく大人気、早い時間に行かないと混んでですね入れないお店です。で、ボリュームも満点なんで、もう本当に一度ねこの目の前でソースをですね店員さんがこうかけてくれるんですけど、その瞬間のですねわっね、こういう雰囲気になる感覚、ぜひ味わってみてください。味も美味しい、コスパもいい、そして雑誌にも紹介されているお店でした。この磯前さんに来たらやっぱり花込みしかな。芸能人もこのようにたくさん訪れています。いやびっくりしますよ、一回食べたら。仙台来るまではね花子飯って知らなかったんですけど、まあここのはねちょっといくらがねもう別格でね驚きますね。量もすごいんですけど、もうね粒が綺麗、そして弾力がすごい。ぜひね仙台、いやこれは宮城か、宮城名物のね花子飯ぜひ食べてみてください。竹屋食堂です。ここは本当に仙台でも人気で、開店前から列をなすお店です。そして何よりここの豚汁はもう具沢山、またドリンクバーも充実しているので、リピート率はすごい高いんじゃないかなと思います。そしてランチのメニューも美味しいものばかり、最高なんですよね。これが噂の豚汁です。小さくても具沢山、最高です。そしてドリンクバーのコーヒーもいただいちゃいます。ごちそうさまでした。雪村をご紹介します。ここは仙台きってのクレイジーなオーナーが経営する居酒屋なんですけれども、昼はこの美味しい和牛ランチを提供してくれてます。これもですねまたリーズナブルな値段で提供されてまして、このご時世ありがたい値段だなと思います。特に転勤とかですね、県外から来る人たちはここに来るとですね、まあみんなと仲良くなれますので、仙台の地元を知るにはとってもいい場所だと思います。ここは仙台駅から徒歩5、6分かな、マウントアッシュなんですけど、味もねすごい美味しいんですが、なんと言っても県知事からの表彰状をもらっているお店なんです。
味はね、このお魚もね、もうめちゃめちゃうまかったなっていう印象しかないんですけど、あとこれね、こんな揚げ物あるのかっていうぐらいね、斬新なアイデアで美味しかったです。最後にお寿司、こちらもね、とてつもなく美味しいです。どこ行くか迷ったらまずはここへ。仙台特集最後は稲庭うどんを紹介します。稲庭うどんは秋田の美味しいうどんなんですけれども、それがこの仙台の国分町のここで美味しくいただけます。東北に来るまでは稲庭うどんの存在も知れませんでしたが、一度知ってしまうと本当に美味しくて自慢のできるうどんです。場所もここは国分町なので、飲んだ帰りとかですね、また夕飯がてらに美味しいうどんをどっかで食べたいという時におすすめのお店になります。天ぷらも大きく本当に美味しいので、ぜひよかったら行ってみてください。仙台特集はこれで終わりますが、皆さんいかがでしたでしょうか。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。今日ここまで見てくれて本当にありがとうございました。これからは関東でよろしくお願いいたします。それではまたねー。